俺も今日から学生か。どんなゲームなんやろ。第五学園。通電後に学校集合。服装検査はありません。キャラかぶり、衣装かぶりあり。登校したらサバイバーは奥の教室に入ってください。授業の始まりリッスン1回。あーはいはいはい。授業の終わりがリッスン2回。時間終わりを説明します。え、なに、勉強しないとダメなの。ちょっと勉強は苦手だな。1時間目、自己紹介、順番に教卓の横に行ってアピールしてください。2時間目、図工、美術室に入ってステッカーを貼ってください。3時間目、国語、弁護士の地図を持って図書室に来てください。4時間目、体育、線路一周します。で、4時間目が終わってお昼ご飯、地下室で感謝を食べてください。食べるか。5時間目、肝試し、墓地集合です。サバイバーの方は懐中電灯を買ってください。その後は自由で告白 OK。 廊下は歩いてください。悪い子は殴りますよ。釣らないでください。おー、告白いくぞ。ここはなんて書いてあるんだ。第二中学校は、これあれか、第五人格率、第二しゃがれ中学校か。まあ、しゃがれてるのは俺だけやろうけど。で、学校集合して、え、今のうちになんかアイテム買っとかないといけないとかじゃないのかな。てるってるってるってる。よしよしよし。え、エモートどうなんこれは。とりあえずエモートしとったらいいのかな。よし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 。俺の自慢のマウがあるぞ。ほら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 。一番奥に行きゃいいのに。いやー、待って、この女だけはちょっと触れない方が良さそうだ。この女は確実にメンヘラ。告白するんだったら誰やろな。調香師可愛いよな、今宵こそ。いや、この人はもう半分お化けになってしまってるからな。うわー、でも意志もいいね。ホタルいいな、ホタル。よし、じゃあここで。あ、先生なんか目めっちゃ真っ赤で怖いけど、先生すいません、あの席に着くことができません。どこに座ったらいいですか。なんかロボットおるしね。ちょ、出席する人ロボットおるよ、一人。あ、もうこれ全員そう。1、2、3、4、5、6、7、先生一人足りません。ロボットが一人多いです。一人足りませんよ。なんか開けてない。あれ、そっか、女が5人いるんだったっけ。そうだ、俺ら3人しかいないんだ。丸坊主が1人、まああれが男枠でいいだろ。これよし、坊主が1人。 OK、 じゃあ俺は一番後ろの席がいいな。一番前の席寝るのがバレちゃうから。物騒なもん持ってんな。それ何すんの。それ先端で刺すわけじゃないよね。え、教団に、あ、1人ずつ行った行った行った。うわ、一番イケメンの担当者じゃん。うわ、でもやんちゃそうだな。うわー、マジ、あんなところで先生と抱き合ってるやんけ。嫌だなー、ちょっと絡みたくねー。ああいうなんかキザっぽいやつは俺友達になれねーわ。次は、あ、いったメンヘラっぽそうなやつ。ちょっとあれは近づきたくねー。呪い殺されそう。やばいやばい、目を合わせんようにせないかんな。あっち向いとか。いやいや、いかん、あれは目を合わせたらまずいタイプだから。で次は、あ、次は一番、おー、機械技師、やっぱキャンディー少女。でもなー、ちょっと小学生っぽい格好だからな。俺はロリコンではないから、この子はちょっとスルーかな。なんかしかもでもバールなんていう物騒なもん持ってるしな。あ、じゃあ次俺か。よしよしよし。じゃあ俺のアピールポイントか。では皆さん、今日からこの学校しゃぐれではないな、お願いしまーす。この煽り善一の泥棒さんが今日から頑張るんでお願いしまーす。あ、これぐらいにしとこう。オッケー。次は、あ、次はお化けの人やん。下半身ないもんな。下半身がなかったらな、ちょっといろいろ大変やろうから。あ、妹が、あれなんだ、お、レアな間を持ってるやん。結構やり込んでないか。確かエマちゃんの間って結構レアだぞ。お、次は超高しか、やっぱ今宵こそいいもんな。え、あれも間をだったっけ。いや違う、あれは衣装のやつだったな確か。あ、いいですね。でもちょっと遠すぎてあんまり見えんな。可愛いんだけどな、超高しは見た目で。次は、いいや、あの人はもういい、もう寝とってもいいですか。ちょっともう男なんか何の興味もない上に野人でしょ。じゃあ俺もなんか野人を飛ばしてこう。早く逃げて、早く逃げて。野人はちょっとみんな、先生やばい、暴力減ってます。ちょっとありがとうって。よし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 、最後
まあやっぱホタルいいな、石のホタルめっちゃいい。みんな結構課金してんだな、こうやって見ると。この人は結構やり込んでるっぽいし、1500までくる。あ、じゃあ授業が始まります。俺もしゃぶっちゃおっかな。誰も見てない、誰も見てない、誰もちょっとパクっちゃおう。あとでしゃぶっちゃう。あーあーおーあーあ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。じゃあ俺パスでしゃぶっちゃおう。何も見られてなくて、陰でぶち込む。あ、いいか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 、ちょっとここはピーヨンにちょっとしといてくださいね。で、ここでスタンプ貼りまくれって確かそうやったよね。よしよし。あ、ここで待て、俺が股間にスタンプを貼るんだ。やったー、俺が股間にスタンプ貼ったぞ。オッケー、これで股間ビクトリーが。もうちょっとでも胸を隠したいな、もっと上の方がいい。オッケー、よし、これでいい。いいね、俺のフォーラムのめっちゃレアなスタンプここに掲げてやったぜ。お願いします。いやー、それには勝てんわ、その動くスタンプには勝てんわ。え、じゃあこれどうだ、ほらここで股間に。おーし、よしよし、いいね、ボーイ、あれあれ、ボヨヨヨヨ、いいところにスタンプ貼ったぞ。オッケー、よしよしよし。あ、走っちゃダメなんだ、そうだ、ごめんなさいごめんなさい、俺走ってた、めずっと。そうだ、廊下は走っちゃダメだから歩かないとダメなんだ、ごめんなさい、俺ずっと走ってました、すいません。なんでも、いや、なんでもはしないけど許してください、ごめんなさい、俺ずっと走ってました、歩かないとダメなんだ、すみません。はーい、授業開始です。よし、これ見たらいいですか。みんな見てる。おおおお、隣の小屋こその人、うわ、いいね。ちょっと地図を見てるふりして胸の谷間をチラチラっと、あ、ほら見せてあげるよ、ほら、俺も君の地図を見せてほしいな。なんちゃって。あ、すいません。はい、はい、はい。で、次はもう終わりそう。ね、もう地図がね、なくなっちゃったよ、ほら。もう口実が作れないよ。どうしたらいいですか、先生、残り。俺ずっと走ってたけど、怒られはしないですか。あ、俺、だからさっきしばかれたのか。あ、開始かな。よし。どっち方向に走る？こっち？え、逆走なの？逆走なんだ。よーし、俺はずっと叫びながら余裕を持って走るぞ。オッケーオッケーオッケー。今1位があの人か。まあ1位は別に取らんでもいいやろ。俺はもう後ろの方でゆっくり行こうかな。危ない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 。誰か引かれるやつ出てくるか。俺引かれたらよかったかもしれんな。よしよし。早いな、先生。まあ、先導するからな。あの、芸者先生はどこに行った？みちこ先生いなくなっちゃった。みちこ先生な、ちょっとエッチな雰囲気醸し出してるけど、まあでも、豊島っぽいから、今は俺はもうちょっと、眼中にはないけど、誰にしようかな、結局。先生もでもありかもしれんな。まあでも先生はあの、白黒先生と付き合ってそうやしな。まあじゃあ、まあまあ、後でまた考えとこう。よし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 、今半分ぐらいかな。だいぶ差はついてきたぞ。線路を行かないといけないもんな。あれ、みちこ先生いなくなってない？あれ、みちこ先生もしかしてサボってない？体育の時にいなくなる先生おるからな。どこだ？あ、いるやん、みちこ先生。一番最後尾。おお、怖。やばい。引かれちゃう。よし。大丈夫？いかん、このメンヘラ女に構ったらいかん。イケメンメンヘラとちょっと付き合っとけって。ダメだ、あいつは呪い殺される。目を見たらいかん。腹減ったな。じゃあ地下室に行って飯でも食うか。さあ、あ、いや、これは歩かないといけないんだった。確か感謝を食いましょうっていう話だったよね。え、もう、え、何もなくない。あ、あったあった。うわ、これ食えって。いやー、これ食いたくないな。俺ピーナッツ食っとくわ、あれ食いたくねえから。はい、ごちそうさまです。終わりでいい、終わりでいい。あ、終わりっぽいな。よかったー。食べなくて済んだぜ。あんなゲテモノ料理食えるかよ。全員でライトしたら、確かにちょっと肝試しっぽくなるような気がせんでもないな。あ、
これがまさかここの主か。はい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 。断じすぎやろ。はい、ちょ何すんのこれ。野人マジ結構遠くにおったと思ったのに。しゃ、急いで帰るぞ。でこれで放課後になるのかな。え？ガキ放課。